2016年を彩った天才たちの誰も知らない伝説を独自取材で発掘。続いては、さあ、続いての誰も知らない伝説ですが、天才歌舞伎役者市川海老蔵さんの伝説を発掘してまいりました。海老蔵さんの伝説もね、いっぱいありそうですけど、たけしさんは海老蔵さんとは、あのドラマでね、宮本武蔵、あの人やってますね、はい、NHK ってまたなんだ、リハーサルだ、ドライだ、ダンスだってあんじゃん。で、何個もやるのよ。それ、毎回熱演するんだよね。疲れねえかな、この人ってもらえる。もう一生懸命、全部同じテンションでやるから、ちょっと変な人だな。特にリハーサルも本番もないんですよね。ないね。でも、僕舞台で共演したことがされてるんで、稽古って舞台の中で一つきりやるんですけど、先輩、なんで稽古するんですか、稽古する意味がわからない、歌舞伎稽古しないじゃないですか、子供の頃はこれがずっと経験してますから、それを説明しないと全くわからないんですよ。だからちょっと浮世離れしてるところがあって、あとはね、かなりタップダンスもうちょっと上手くなると思って難しいステップをやったの。そしたらビンボンビンボン、エビドガヤスってこう、って急に現れたのよ、家に、うん、靴持って、やっていいんですかね、どうぞどうぞって言ったら、2、3分かな、トコトコってやって、テレビ見ていいですかって、テレビ見て、置いてやって、1時間ぐらい雨にやったら、ずーっとテレビ見て、まずテレビ来て、何に邪魔せんかって言って、なんだこいつはと思ったんだけど、やっぱスターなんだもんな、あの生まれながらも、自分のバッと気がついたことをすぐやりたいっていう。持って生まれたこう宿命っていうのがやっぱり、まあ、家っていうのがあるよね。必ず自分はその職業を継がなきゃいけないから、歌舞伎というのは、ね、プレッシャーと常に戦って生きてこられたわけですよね。では参ります。市川海老蔵さんの誰も知らない伝説、天才をよく知る方からの証言、そして貴重映像も発掘して伝説を検証してまいります。天才歌舞伎役者市川海老蔵、彼はなぜ天才と呼ばれるのか、市川家の宿命、空白の一日、今夜初めて明かされる誰も知らない市川海老蔵。2020年に開かれる東京オリンピック、あるランキングによると、その開会式で期待される演出の第1位に選ばれているのが、歌舞伎。誕生から400年余り、未だ日本文化の象徴であり続けている。今人気の歌舞伎役者を問われれば、この名を挙げる人が多いのではないか。市川海老蔵、歌舞伎創始者の家柄、成田屋を受け継ぐ39歳、その人気はず抜けている。これまでに60回以上も行われている自主公演は常に満員御礼、史上最年少で座頭公演を行った時には実に5万人を動員した。私だったら寝首かいてやるけど、さらに映画やドラマでも主役を張る。その才能は関係者なら誰もが認めるところ。おめでたいこともあったし、それと非常に悲しいこともあって、まあ、自分の愚かなこともなかったこともある。でも必ず大きくなったり優しくなったりして、こう活躍なさってるでしょ。天才と言ってもよろしいと思いますね。歌舞伎の語源、歌舞伎の意味そのままに、常識にとらわれない海老蔵をメディアが追いかける。しかし、一体どれほどの人が歌舞伎役者市川海老蔵の本当の凄みを知っているのだろうか。歌舞伎の歴史が生んだ天才、その秘密をテレビ初公開の映像と貴重な証言をもとに紐解いていく。
海老蔵が20代の頃一緒にお茶屋遊びに興じていたという作家の岩下久文さん。海老蔵を天才というその理由とは、まずその生まれついた要望です。團十郎家は荒ごとのお家だから、そういうどっしりとした凛々しい役が多いわけですから、そういう姿形に生まれついてきたっていうのが何よりの一つだと思います。一つの才能だと思います。荒ごととは海老蔵の生まれた成田屋が得意としてきた歌舞伎のジャンル。熊取りをした超人的なヒーローが活躍する荒々しく豪快な歌舞伎で、演じる上で欠かせないのが強い目、まず目玉が大きくて睨むと迫力があります。あれ、私らみたいにチャチな目じゃあの家では務まらないね。荒ごとで特に使われるのがこの見え。演技の途中で目を見開きポーズを作って静止する。海老蔵が行えばこの迫力、観客の注目を一瞬にして集める。圧巻の目力はやはり歌舞伎の申し子の証なのだ。女方として海老蔵の父團十郎の相手役を務め、その縁で海老蔵から兄さんと慕われる中村時蔵さん。歌舞伎界の重鎮が海老蔵の意外な素顔を明かしてくれた。あのね、彼はね、般的にはとっても豪放で、はちゃめちゃやるようになるかもしれませんけども、僕も繊細なんですね。これは私が娘にセリフもちゃんと覚えてきます。やることもちゃんと覚えてきますし、海老蔵の真面目さを物語るエピソードがある。舞台で着替えをしていた時のこと。よく見たらなんか帯の取り方が彼の取り方が違うんですね。で、まあ、それを読んでちょっとおかしいわねって言ったんですよ。彼はまあ、おかしいですか？とか、おかしいよ。あ、そうですか。言って、一遍楽屋戻って、で自分の帯持ってきて、すいません、教えてください。こうするんだよって教えたんですけど、でもここがね、彼の、ね、いいところで、あ、おかしいと思ったのが、聞きにくい。で、それですぐ治りました。海老蔵は様々な先輩に教えを請うて、亡き中村勘三郎には彼の別荘があるアメリカはアリゾナにまで押しかけたという。普通立場のある人は知らないことを口にできなくなってしまうものだが、海老蔵にためらいはなかった。その辺はね、きっと性格が強いんでしょうね。変に侵蝕しないんでしょう。恥ずかしいとか素直に聞ける強さがあったんでしょうね。それこそ、褒めず臆せず恥じらわずですかってセリフがありますけど、その通りの若者だったでしょう、当時ね。恵まれた容貌と物怖じしない性格で頭角を現していった海老蔵だが、かつて一度だけ歌舞伎から逃げたことがあった。それは1999年1月、初めて勧進帳の弁慶を務めた時のこと。勧進帳は源義経と弁慶が関所を通り逃れようとする物語。主役の弁慶は代々歌舞伎界を代表する看板役者が務めた大役だった。勧進帳はね、本当に大変なんですよ。弁慶は歌舞伎でも、まあ、あの一年を出せる表現の弁慶主役ですから、それは逃げ出したくなるので無理はないかなと思いますね。その時の心境を後のインタビュー記事にはこう答えている。
怖かったんです。あの時は本当に怖かった。事件は公演前日の元旦に起こった。緊張を紛らわそうと手を出したのは正月の振る舞い酒。当時は情緒不安定の塊みたいな頃だったから。うるせえな。それで変なスイッチが入ってしまったんでしょうね。暴れ出して家を出てしまった。そのまま海老蔵は一晩家に帰ってこなかった。その夜を過ごしたのは自宅から少し離れた場所にある公園。高台にあり常に風が吹き上げており、その日の夜は最低気温1度を記録している。苦悶の末いつしか眠りこけ、気づけば朝だった。舞台に穴を開けないとギリギリで浅草公会堂へと駆け込んだ。しかし花道を前にしても足の震えが止まらなかった。けれど幕が開かれた瞬間、成田屋の血が彼を突き動かしたのだろうか。この時見せた弁慶は誰もが驚くものだった。一度も見ましたけどびっくりしました。それこそボタンの花がこうつぼみが大きくなってもうパーッとわーッと開いたみたいな。テレビ初公開、海老蔵の弁慶をご覧いただこう。21歳の海老蔵が恐れた役。己が技のつかなきゆえなり、大平万に苦しい。まずつぼみがある、ね、プレイもある。自分の運命に対してプレイを感じながらでも跳ね返していっていかなくちゃいけないから、とにかく板を踏み割るんじゃないかっていうぐらいで、客席まで揺れるぐらいでしたよね。この弁慶以降、海老蔵は周囲の評価を確立していく。私の隣に赤坂の三木見さんっていう芸者さんが、ご覧、いわゆる名義でしてね、80過ぎの芸者さんが、いいわねって言った。私はその時、はあ、この役者はまだ20歳そこそこなのに、今までいいものいっぱい見てきたその芸者衆を短足させたわけですよ。受け継がれる遺伝子に導かれるように歌舞伎に打ち込んできた。この後歌舞伎もまた日本の伝統文化をこれよりまして愛してくださいませ。11代目市川海老蔵、歌舞伎の歴史を受け継いでいく。